3週間。シリコンバレー銀行の破綻から約1週間。私がお腹を下してから3日。あなたがお風呂に入ってから3時間。いや、早く始めろよ。霊夢大先生が家開発を始めてから早2年ほど、ミスター Y の協力もあり、完成した家は数百以上。その中で、一般配布されたのはユーロドルを扱った YRSD、ゴールドを扱った YRSDGα、ベータ、そして前回の GTMA システム。霊夢大先生にはプレッシャーがあった。チャンネル登録者数1万人を超えたチャンネルで配布する家、下手なものは配れない。プレッシャーに潰されそうだ。霊夢大先生、大丈夫なのぜ。大丈夫だ。ただ、配布した EA の成績がどうなっているのかが不安でな。EA の成績、それは心配ないんだぜ。だって、私が以前から運用していた EA はほら、こんな感じでプラス収支なんだぜ。おーおー、それはよかった。この前のシリコンバレー銀行の破綻で難品系の EA はことごとく破綻したと聞いていたから、少し成績が心配だったんだ。配布直後に大きなマイナスなんてことになったら形容しがたいことになっていただろうからな。運用を始めている時期によってはマイナスになっている可能性もあると思うが、ドローダウン的には一切問題ないな。むしろ、銀行の破綻っていう大事件で生き残っているだけですごいんだぜ。そういえば、どうして今回はワンポジ系の EA の作成をしたんだ。それは EA 作成の本質に関わってくる重要な質問だな。この機会に答えようじゃないか。今巷に溢れている EA というのは基本的に難品系の EA だ。難品系の EA であれば、フォワードテストやバックテストで右肩上がりの成績を出すことが簡単だ。おそらく EA 開発初心者でも1週間くらいでそれくらいの成績は出せるはずだ。だが、それではいけない。私は皆さんに不利益を被るような情報を発信したくない。だからこそ、ワンポジ系の EA。ワンポジ系の EA であれば、シリコンバレー銀行破綻のような大事件が起きても、1、2回損切りするだけ。ノーダメージ。だが、難品系の EA はどうだろうか。今回多くが破綻したはずだ。およそ無料で配布されている EA の9割方が難品系の EA であるのは、作るのが簡単という理由と、フォワードテスト、バックテストの結果が綺麗に見えるという2点の理由がある。相場の世界の絶対はない。だからこそ、できる限り危険を排除できるワンポジ系の EA を配布するに至ったわけだ。なるほど。見かけだけ EA にせず、本当の意味で相場にマッチした EA を作るためにワンポジ EA に慕っていることなんだな。うむ。また、今回の GTMA システムは危険をできる限り回避、その上で最高のパフォーマンスを出すために15分足でトレードしている。え、どういうことなんだぜ。1分足はノイズが多いのはわかるだろう。難品系の EA は多くが1分足でエントリーし、ノイズによってトレンド方向を惑わされ間違った方向にエントリー。結果、破綻する。だが15分足を使用すればどうだろうか。かなり精度高くトレンドの方向性を見極めることができる。その上で、ゴールドというボラティリティが大きな通貨ペアを選択する。方向性を見極めた上で、5つのポジションで大きな利益を手に入れる。この最強のスパイラルを生み出すのがこの EA の狙いだ。その証拠として、バックテストの結果を見てほしい。こんな感じでうまくはまるとワンポジの EA にもかかわらず、2013年4月で月利 26%、2020年3月で月利 66%、2011年7月で月利 100% を達成している。つまりうまくすれば、単月で 90% 以上の利益を上げることが可能だ。ひえ、こんな EA があったなんて。じゃあ、私もこのまま運用していけば1ヶ月で証拠金が倍になる可能性もあるのぜ。もちろんあるぞ。もっと言えば、相場では何が起こるかわからない。1ヶ月で資金が3倍になる可能性もあるな。おお、安全なワンポジ EA でそんな運用ができたら夢みたいなんだぜ。宣伝みたいになってしまったが、長期的に見て無料の難品型 EA よりは、優秀な成績を出すことができる設計になっている。すでに受け取った人からはこんな声が届いている。この EA はコツコツ土管の逆を言ってくれるの、安心して見ていられる。SVD 破綻で使用していた難品 EA は全部破綻しましたが、この GTMA システムだけは破綻せずに利益を上げ続けています。控えめに言って最高。最初は損切り多かったけど、大きな利確が連続で入りました。損切りは小さく、利確は大きくのコンセプトなんだと思います。最終的に勝つのはこういう EA なのかな。ここで損切りは小さく、利確は大きくというコンセプトという話があったと思う。いいところに気がついているな。ここで、この EA のコンセプトというか設計について少し話しておこう。
この EA はゴールド以外の5つの通貨ペアに対応している。基本的に5つの通貨ペアのみに対応した EA 作成が基本だが、本質的に勝てる EA を作るために、複数通貨ペアに対応できるようなロジックを心がけた。移動平均線によるロジックがメインだが、指数平かつ移動平均線を使用することで直近の動きに敏感に反応できるようにしている。また、騙しにあった時に損失を抑えられるように SL は浅めに設定していて、また利益を大きく取れるように TP は深めに設定している。じゃあ、さっき受け取った人の声で多かった、損勝利大を実現する。とかコツコツ土管の逆っていうのは合っているのか。大正解だ。正直、よくわかったね。ってびっくりした感じだ。また GTMA システムの募集は今月いっぱいで終了することにした。受け取り希望の人は、ぜひ概要欄の公式 LINE から申し込んでほしい。わ、私は2つ目を申し込むんだぜ。ぜひそうしてくれ。少し話は変わるが、この前のこのサムネイルの動画を見て、すぐに GTM アシステムを申し込んだ人ならわかると思うが、あまりにも反響が大きすぎて、受付用のサイトが一時ダウンしました。ダウンってサーバーダウンってこと？その通りだ。一時的にサイトのキャパシティを超えるアクセスが集中して、他の人がアクセスできなくなってしまった。それほどまでに期待してもらって嬉しい限りだ。GTM アシステム関連の動画は今日が最後になるので、ぜひまだ受け取ってない人は、概要欄の公式 LINE から受け取ってくれたまへ。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー、チャンネル登録よろしくね、サラダバー。